確実さとパワーが必要で、ミスが許されない繊細な種目、匍匐救出。補助者が救助者にロープを結び、空気呼吸器を着装して長さ8メートルのトンネルを通り抜けます。要救助者を屋外に救出した後、2人で安全地点まで搬送し、確実性を競います。全国消防救助技術大会の予選として、中国5県の救助隊員が一堂に会し、第51回消防救助技術指導会が7月19日に行われ、出雲市消防本部の匍匐救出チームが札幌市で行われる全国消防救助技術大会への出場を決めました。森山隆です。経験年数は10年です。桑原誠です。経験年数は12年です。今シーズンのベストタイムを教えてください。今シーズンベストタイムは 33.78 です。自分のアピールポイントを教えてください。はい、どんな時でも冷静に傑作を行います。はい、最後の処理が早いです。全国大会への意気込みを教えてください。全国1位を目指して頑張ります。Oh!